私小山光明は昨年7月公認発表をしていただいて以来1万人以上の方とお会いをさせていただきました。さまざまなご意見やご要望をお伺いをしてまいりました。公明党というのはネットワーク政党でございます。皆様の声の一つ一つを大阪市や大阪府の行政また国政にまでお伝えすることのできる政党公明党でございます。以前 JR 大正駅にはエレベーターがございませんでした。 JR さんとしましてはエレベーターもしくはエスカレーターのどちらかがついていればそれは駅としての設置義務は果たしていると。しかしながら車椅子の方はどうするのか、また足元が不自由な方、お年寄りの方はどうやって階段を降りるのかと、そういった皆様の声の一つ一つをしっかりと受け止めまして、市会議員、府会議員、国会議員も連携して何度も何度も粘り強く JR さん、また国とも交渉いたしました。そしてその結果、今現在大正駅にはエレベーターが設置をされております。私小山光明も大正区の皆様の声、その小さな小さな声の一つ一つをしっかりと受け止めまして、大正区のために全力で働いてまいります。どうか皆様、私小山光明を愛する大正区のために働かせてください。仕事をさせてください。小山光明を勝たせてください。大阪市会には小山、大阪市会には小山、大阪市会には小山を押し上げてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。気をつけます。ありがとうございます。はい、頑張ってまいります。はい、ありがとうございます。